マルク・ディア・ケイジーは、コンゴ民主共和国の男性総合格闘家、キンシャサ出身、イングランド・マンチェスター在住、アメリカントップチーム所属、マーク・ディア・キーシーとも表記される。コンゴ民主共和国で生まれ、12歳の時に、イギリスに移住した。総合格闘技をよく知らなかったが、たまたま地元の総合格闘技ジムに足を踏み入れたのを、きっかけにトレーニングを始めた。 2013年9月21日、プロデビュー戦で TKO 勝ちを収めた。2016年10月8日、UFC 初参戦となった UFC204 でルーカス・サイウスキーと対戦し、パンチレンダで TKO 勝ち。2017年3月18日、UFC ファイトナイト、マヌは VS、アンダーソンで、ティームパッカランと対戦し、右フックで小勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年7月19日、UFC ファイトナイト、フィーゲレド VS、ベネビレズ2で、ラファエル・フィジエフと対戦し、0から3の判定負け。破れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。ありがとうございます。